暑い中のどこ行くのまだちゃうんすかこっち道はありません普通そっち行かへんでしょどう考えたってこれ通学ってないやん向こうからあるでこれ何かあるでこれ何かあるでですですいやいやちょっとね家の前で雨降られましたわ雨がお降りになりましたっていうかこれねちょっとね雨にね俺追われてるかもわからんのよねちょっと雨追いかけられてるんですよね雨にねこれ地味に追いかけられてちょっと逃げまする本日マンデー雨に追いかけられてああこれもうやめようかな俺もほんま今日ちょっと雨降ってるからもう帰ったのかな思ってね今日ねとりあえずもっちゃんとやっさんとほんであと誰か来ると思うねんけど分からんねんけど一応待ち合わせしてるんですよ箕面のね箕面のコンビニで待ち合わせはしてるんですけどこれ雨やん多分ね僕らが行く方面今日はちょっと日本海丹後の方、まあ、こっちの方行ったらねとりあえずね雨はね止んでるやろうという僕は呼んでるわけですよ菅田さんが降ってないやろとまあ行く方向は雨降ってないやろうと思うね。で昼から今日晴れる言ってたから多分晴れるやろ8時か待ち合わせ場所僕ね8時なんですよね今8時5分前やから余裕なんですよねいやみんなやめてんちゃうもう出だしに雨降ってるからくじけてもうみんな家行けんのかなでも今日ちょっと革ジャン羽織っててよかったこれ雨降ってるからちょっと朝方やし寒いちょうどよかったこれこれ雨降っとったらねもう途中で俺も引き返すでうわもういや この辺だけは思うんですよねいや向こう絶対大丈夫だよもう箕面飛んでる声だらもう晴れてるって晴れてへんやなどう見てもタムちゃんでーすだじゃあまたまた終わりまたもうじゃがじゃがじゃが今効果音つけんといてもらいます勝手に人のまた王にじゃがじゃんつけんといてあいいっすねいや今日寒いから着こまなあかん言うから雨当たりましたね。え？雨。あ、まっちゃんも来たんや。もっちゃんと。で、まっちゃん。あ、行けた。まっちゃんと。一番東。え？と隣の車邪魔にならないようにしてね。ちょっとワンちゃん。ワンちゃん同様。でやさん、誰も来てなかったから、僕間違えたかと晴れたでしょ。あ、晴れました。犬さん来たでしょ。え、ワンちゃんがワンちゃんが来たから晴れた。ありがとうございます。お願いします。お手柔らかにね。あんまり変な手つきしないでね。こんな なんか変な手つき。見ましたよ。見た。もうええんちゃう。おワンちゃん。ワンちゃんええな。嫌だろ。5分前じゃん。ええやん。それはそう。いろいろみんな言うからさ。知らなかったよ。反応はいますけど、
言ったらこれを撮るためのあれやこれを撮るためのあれなんですよ。僕そんなん全然音を知らなかったんで、だから本日名前病だとかなんか主さんがキレキ撮れてます、見方わからないですよ、送ってきてくれてこうやったら撮れますって見たらあれって思った。え、ほんならこれかぶったらどないなるんすか、これ、これかぶったらどないなるんすか、ぶら下げをしてんの滑った感じだね、ほんで直ったんすよ、ちゃんと綺麗に綺麗にしてもらいました。あ、これもさらに変えて、はい、ちょっと板金してもらって、少しだけ。あ、そうなの。え、ほんまや。ちょっと吹きました。ほんで何それ吹いてるんですか、それ。油がね、ちょっと飛んでたんで。飛ぶん。若いから。え？なんですって？何で走って。なんか書いてた。なんか綺麗な歯医者さんあるやんか。あれのついたところ。あんま言うたかんで。そうそう。あ、やっぱり。いや、あんま言うたかん。もう来るで。いや、同業者。来るで。やっぱり店に。あそこ。店に遊びに来るで。綺麗な店。うん。角店。角店。ほんで若い女の子もおんの。いや、綺麗な店。めっちゃ。女の子いてた。あの部屋で一番。一人入った。一人だけしていいです。かわいい。いらんことやっといてくださいって自分やん。カットしてくださいやろそこは。俺にお願いせなあかんねやろ。いらんことしゃべらんといてくださいじゃん。どっから行きます今日。9号線ね。いつものコンビニの前通っていくか、もうそのまま9号線にスコーンって乗って、あっちはあの川西抜けてグッドーンって行くのはその方が早いちゃうんですか、距離的には。一倉ダム越えてずっとここからまっすぐ抜けていったらもう、いや、こっから美濃トンネル越えたら一倉の方行く間が止まりなんですよ。結局あんま変われへん。変わらない。社長ごちそうさんです。ごちそうさんです。シャットアップ。とりあえずごちそうさん言うとけ。そんな自分でこうだよもう。今からや。せっこー。俺それ言うてんねん。もうちょっとビッグマネー狙うぞ俺は。この間バイクのもうえらいなんか嬉しそうに嬉しそうになんか試着しててバイク。なんかこれがポイントなんですよね、今日ポイント。そう、入れてる。わー、やらしい手つきやわ。いや、どっちみち時間いっぱいあるでしょ。時間まだまだあるでしょ。たっぷり。多分いけると思う。結構距離あるでしょ。あそこまで、あんご行ってからまた距離ありますね。まあ一倉から9号線入んのもこっち側から9号線入んのもそないに変わらん思いますよ。お任せますよ。5分10分ぐらいちゃいます、変わっても。亀岡は市街あの9号線、あそれが嫌な。ほら避けましょうか、あそこ。あ、避けて、うん、ほら避けて、いつものあのビニコン行って、とりあえず行きますね。晴れる思いますわ。だからね、
か飛んでるだけで晴れてないやろな、ほら絶対晴れてるわけないやろ、飛んでるだけで晴れへんわな。うわーワープはええけど寒いよこれ、移動飛んでる、やっぱあったかいな、ワープしたっとった寒い、めちゃめちゃ寒いやん。で、まっちゃんがね、ETC ついてないらしいんでね。言ってた、言ってるでしょ、なんかもう、今回からもうワンちゃんワンちゃんって呼びまする2回目なんでね、僕ねすごいね、キロいい子ですよあの人もうさすがに川見ても入りたい思えんな寒いわ、ほんと夏やったら突っ込むけどなもうさすがに、下の方映ってる、あこっちの方映ってる、絶対おおオッケーオッケー、まっちゃんと、もっちゃんと、タムちゃんと、ワンちゃんと、俺とスンガさん俺とじゃ済まさんぞ、俺は
ンちゃんが一番楽そうやわ。ホンダ一番楽そうや。まあ楽なんを求めてないからね、別に楽なんが良かったら車乗っとけって。なんで俺怒ったの。ちょっと発狂しかけた俺。いや昔ね、バイク乗りの先輩からそれ言われたことあるんですよ俺。こっちの方が楽でしょとか言ったら、楽がええんやったらもう二輪降りて車乗ってええねんって言われて、いやそりゃそうやけどみたいな感じ。タムちゃんパン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 もうね、バッタイヤね、聞こえます？地味に鳴らしてくるんですよね。ほらほらほら、下り坂、下り坂ね、バックファイヤー地味に鳴らしてくるんですよタムちゃんが。絶対晴れる、晴れるやろ、晴れてもらえな困るで。あ、俺あそこガソリンスタンド止まってほしいな。え、スタンド入れるやろこれ、入れるやね。寒がってなかった？あ、お願いします。廃屋。廃屋で。はい。満タンではですか？満タン、現金で、はい。行きまする。行きまする。誰か横についてる、俺の横についてるぞ、誰か張り付いとる。何言うてたやろ。分からんねん、いつも走りながら喋りかけてくるからさ、分からんのよね、あの人。あの癖治らんねやろな。でもすごい笑顔やったな。すごい笑顔で指さしてたな。ああするな、やっぱりするね。止まる？入る？
すんのじゃん。入る？入るのかいな。あ、トイレ？長いからスルーしますぜとか言ってたから行くんやろな思ってたの。なんでスタンドでしたやろ。しましたしました。下で誰です。あ、してない。何登ってんの。ダライさん。じゃあ言ってたやんが。もう一回行きましょうか。何回出んの。それで出るもんな。それで出るの。ちゃうもん出すんちゃうやろね。もうやめてよ。どうした。来ていた。何やってきたん。するとか、お手洗いから出てきて釣ったとか何やってきたんよ。何やったん。釣ったとか2回目のお手洗いで。ほんで今タウンちゃん出てけへんの。なかなか出てけへんやん。なんかあ、本読んでから順番並んでる間に持って入った。ひび割れてくるね。あれ良くないって言いますよね。最近言ってたでしょ。何を笑ってんの。俺ワックス塗り出したらもう塗り続けるで。めっちゃ綺麗でしたもんね。ビッカビッカに。バイクこんななんかやれてんのにタイヤだけビカビカっておかしいじゃないですか。それをすんのよ。それをもう常にタイヤ交換してるような雰囲気で。それ分からへん。いや、いいかどうか分からんけど演出。何の演出やねん。バイクやれてますよ。タイヤだけ確かに目立つけど。いや、でもタイヤドロドロのもうちょっといかがかな。どうなの。こないだのあのバイブがあドロドロになった。いや、まだ日曜日、あの月曜日マシやったんちゃう。日曜日でした、うん、え、日曜日ちょっと雨上がりか。そういや、まだちょっと泥残っとって帰り真っ暗やから分からへん。下ズル行った。だってきなこもきなちゃんも怖いよ。キャキャ言ってたね。あ、タムちゃんおったやん。他で車だった。車で？はい。そう、ミスしな。あ、そうだ。わざと鳴らしてるんでしょあれ。バックファイヤー。鳴らさんようにこう努力してるんやけど。努力？途中で後ろ行った後ね。そうそう、パーンパーンって言い出したから、あら、わざとやな。今までこんなんやったのとか一瞬自分でも考えとって。面白いと思いながら。若いからね。なんで？すんださんの時こうやって調整するか。わ、気使ってはるわと。若いから。なんでな？若いと。だし。いやらしいわ。若いキャラ出るもんが違うとかなんとか言う？普通。そのうちなんか赤いのコロンって出てくるんちゃうん。マフラーから。なんかそんなん言うよ。終了玉。終了玉。出さんといてない後ろから。ドラゴンボールって。集めてんねや。やらしいわ。誰の持ってんの。もう取られてんじゃんの。みんなの集めとんねやね。一個俺次俺狙われてんねや。かなうわ。もうやっさんも取られた口やなこれ。もう取られてるやろこれ。